いや、休み時間ラジオ、まあ、井上ですよ。の、佐藤でございます。今、727水曜日にもうなっちゃったんだよね。なっちゃってましたね。こういう時に、セットの時間、1日間違っちゃうんだよね。気をつけない。ごめんなさい。すいません、いつもね。ありがとうございます。ということで、はい、いや、先生、今日のね、E1 韓国戦に向けた動画、めっちゃ面白かったですもん。ありがとうございます。柏で打ちましたよ、私。ありがとうございます。やっぱりそのね、模擬A代表やってるんであって、それは今のメンバーでゴリゴリの得意なことばっかりやらして韓国に勝つ、中国に勝つって言ったらできると思うんですけど、じゃなくてですよ、狙ってるのはあくまでこれ芸人でもあるんですよ、滑ると分かってて1個受けるネタを、なんですか、紡ぎ出すために自分が鉄板のネタの4分があれば、その10秒にでもなるネタを作るために滑るフレーズを入れるんですよ。そういう、でそこでその繰り返して鉄壁の4分を作るのがコンテストに向かう技術なんで、その中でお前何滑ってんねん、気になんない、そんなの、いやお前分かってないと、俺は鉄板の4分を作るためにやってると、っていうことでしょ、そういうことよ、ちょっと何言ってるのか分かんない感じですか。分かんなかったんかい。でもそういうことよ、いや、そういうことよ、そういうことですよ、と信じたいですし、先生のあの意見は僕も、ああなるほどなって思います。ありがとうございます。まあね、まあ、指揮を取る代表監督なんで文句言われる仕事ですからね。そうですね。うんうん、てかもう分かりやすかったのは、まさに中国戦なんかそうで、はい、宮市選手が右で先発して、森島選手が左で先発してとか、はい、で、宮市選手の方がそれこそ身長も高いウインガー。うんうん、で、宮市選手でっかいんだよね。そう、だから通常で言ったら森島選手がクロス上げて、真ん中で細谷と宮市がっていう風になる方が分かりやすいんですけど、うん、それあえてしなかった。目先の勝負に勝とうと思ったらね。うん、そうなんですよね。そんなのは分かってるわけですよね。そう。それを踏まえた上でのもう次行ってるから。うん、どう南野やら久保やら堂安と絡ましていこう。哲学でやってるわけですから。そうなんです。そういうことでしょ？だからそれを、うん、それがない手前でやっぱり議論というか、やっぱり言葉を出しても、ちょっと足りないなっていうふうにどうしても見えてしまうので。まあね。まあ気持ちは分かりますけどね。うん、そうなのよね、はい。いや別に上から言うわけでも、この考え方は全部合ってるとは言わないですよ。とは言えないけど。うんうんうん、でもまずね、やっぱ、受け入れるがやっぱり一番大事なことですからね。はいはいはい、そうですよ。うん。あんな経験を持ってる人がやってるわけですから、なんか意味があると思って考えるのが僕は確率高いと思いますけどね。そうですね。はい、はい。いやいやいや。なるほどね。E1 楽しい。これ E1 韓国戦の話でね、また今度の29日のね、ライブもオンラインもありますけど盛り上がっちゃうね。そうよ、そうよ。これはもう勝ち負けじゃなくて、そこのね、いいじゃないですか、勝ったら勝ったでどんだけの時間軸で世論がひっくり返ったか、それは続かないだし、そうだ、勝てなかったら勝てなかったで世論もいろいろ言ってますけど、こうですよって話でいけるじゃないですか。そうなんだね。うん、E1 なんか優勝したってワールドカップ負けたらまたどうせ叩くわけですから。はい、ね、そうよね。日本の発展のためにって考えたら、まあその辺もねしっかり考えて、ね、見るのも一つの見方ですよね。いや、ね、違うって思う方は全然違うと思っていいと思いますしね。うん。けどやっぱりいわゆる、ちゃんとどこまでかはある程度受け入れた上で、どうしてるのかなって調べることは大事なのかなと思いますね。そうですよね。うん。まずいラーメン屋も美味しいと思って言ってるわけですから。そうだよ、そうだよ、ね。それぞれでいろいろね、違う部分あるかもしれないけど。あとそう、ちょっとマーサミさん、聞いてよと。森保ジャパンをまずいラーメン屋とは言わないですよ、僕美味しい。まあね。美味しいと思ってます。やっぱその E1 メンバーはある意味国内組でね、最後のチャンス与えられたってのあるけど、はい、逆にほらヨーロッパ組は最後のチャンスはね、ちょっと4月はなかったじゃないですか。そうですね。そうですね。うん、次実はだから今回ね、見てるけども、次日本代表国内で見れるのってもう来年ですから。マジで？だってもう次9月はヨーロッパ遠征だから。ワールドカップ前にもう日本代表日本で見れないですか？ないです。すごい時代。ねえ、走行試合とか日本でやってくんないの？ない、できないんです。はあ、じゃあこの間が最後だったんだ。そうだ、ワールドカップの1週間前までヨーロッパはリーグ戦あるんで。いやあ、それを E1 のね、中継でも言ってほしいね。そうだからヨーロッパがワールドカップ前に日本代表が日本でやることはないと。うん、そう。今回は国内組かもしれないけど、カタールの前の最後の代表試合だと。そうなんです。いや、それ意外と知らないよ、みんな。だから、うん、ほら、最終予選もぶっちゃけほら、1日とかしかなかったじゃないですか。はい、はい。それって正直みんなでコミュニケーション取って終わりでしょ？挑戦して。そうね、そうね。
だからあのワールドカップみたいなこう前哨戦よりな前に直前にそれです3日くらいの練習はできるよっていうのが、うん、コロナ後今回初めてあったような状態なんですよね。なるほどね。だから今回 E1 のメンバーでどれぐらいだけ強度を高めて戦術を落とし込めるかっていうことができたっていう、そういうコーチ陣のトレーニングもできた回なんですよ。なるほど。これはもう今後ね、欧州組増える、J リーグ組とのね、あれあるけど、いろんな大会があるのが J リーグ組で臨む、こんだけの結果が出る。そして、こんだけの結果出したやつは何年後欧州でとか、で、データ取ってるわけでもあるもんね。そういうことですね。ほら、島国日本、どこにもないガラパゴス育成。いや、すごいことやってると思いますね。データを今取ってると思って。うん、でもこのガラパゴス育成が世界一になる可能性なくはないもんね、絶対。あるよ、全然あるよ。そうですよね。だし、J リーグも世界一面白いリーグになり、日本代表も世界一強い代表になれる可能性はゼロじゃないよね。うん、そうなんですよ。そこ目指すべきでしょ。そう、そしてまさにそんな中でね、えーえー、今ちょっとヨーロッパですごいことが一人やってるやつがいるんですよ。やってる選手ですね。やってるやつは失礼ですね。今週末に開幕する、スコットランドプレミアリーグセルティックに所属するレオ旗手選手ですね、ちょっとすごいことになってまして、セルティックのプレシーズンマッチを、このね、7月になんか4試合やられたそうなんです。あ、そうですか。あ、それ知らなかったです。でそのプレシーズンマッチ4試合中、旗手選手は2得点1アシスト。すげえ。でなんと4試合中3試合相手チームを見る中でなんですが、4試合中3試合でなんとマンオブザマッチ。いやー、すげえ。ポジションはインサイドハーフ。そうですね、そうですね。うん、でなんとそれ毎回そのプレシーズンマッチの試合も、あの地元のそのクラブ専門メディアのセルティックウェイさんでは評価点とかつけてたらしいんですけど、なんと平均の評価点が 8.3 と、ダントツ1人1位。6ぐらいで合格点だもんね、そういう。そうなんですよ、はい、6が基本合格点の中で 8.3、はい、いやもうだ、一番ハットトリックした選手に与えられるぐらいの数字だよね。そうですね、なんでプレシーズンのベストプレイヤーはレオ旗手だっていうことで。レオさんやるやん。そうなんですよね、ひょっとしたらかつてない一番欧州で上り詰めるプレイヤーへの階段上がってるかもしれない。その可能性もあるよと。香川も圭介、本田も前、吉田も超えるかもしれない。そうですね。篤と内田も、あとは竹房、久保も、国重、大地、鎌田も、鎌本も、国重、鎌本も超えるかもしれない。そう、竹広、富安も超えるかもしれない。越後、セルシオも超えるかもしれない。そういう、でもね、もうそろそろ出てきていいよね。そうだね。あとこの間、あとね、スイスはスイスで川辺駿選手が、はいはいはい、2ゴールを決めたりだとか、グラスホッパーで、そうですね、はいはいはい、もあったりだとかね、瀬古選手も同じ試合ではね、フル出場してたりだとか、いろいろありますので、ね、そうなんですよ。だから、なかなかね、ちょっと代表最近出てないなって方々も、そうやって、めちゃくちゃ頑張ってるよみたいなこととかもありますから。じゃあ、楽しませてくださるじゃないですか。これはめちゃくちゃありよ。島国じじいよね。嬉しいですよ。ね、侍、ね、若い、若侍がね。若侍が。海を越えたいお話でも、島国じじいを楽しませてって、こんな嬉しいことはない。本当に。ね。いいよね。ですよ。他にもさらに若い層もだってね、はいはいはい、めっちゃ頑張ってたりしますからね。はいはいはい、それこそ僕はちょっとすごいなと思うのが、デュッセルドルフ のサイドバック内野隆選手ね。はい、これやっぱ僕は最近ノリに乗ってんなと思っていて、すごいチャンスの掴み方が上手い選手だなって思うんですけど。はい、この間ね、アンダー21日本代表にも呼ばれてた選手になりますけど、彼、もともとデュッセルドルフのアンダー23所属だったんだけど、はい、去年、デュッセルドルフで監督含めて大量にクラスター起こっちゃった日があった。うん、そうなの？で、それで足りな、試合のメンバーやるのに足りなくなっちゃったから、日本と違うので、必ず向こうやりますから、試合。うん、で、アンダー23メンバーをしょうがないから、登用しなきゃいけなくなって、内野君出したら、めちゃくちゃ活躍したと。いいね。で、それで結局、アンダー21の日本代表選ばれて、ね、この間もね、アジアカップで活躍したり、で、結局、また今年に関しては普通にトップで出てたりするわけですよ。嬉しい。これはチャンス掴んだなってのがやっぱいますから。まあ、思いますけど、日本人がチャレンジャーで入れるジャンルって少ないかもしれないじゃないですか。そうなんだ、ね。だから痛快、みんなサッカー好きなのかもね。
確かにね。あとね、これ全然どこも報じないんで見るわかり、一番最初に日本で最速で僕報じたつもりなんですけど、はい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 、中村圭と呼ばれます。あ、三菱用は。そう、こないだね、ワンゴールワンアシストだったんですね。今どこにいんだっけ？今ね、オーストリアのラスクリンツっていうチームいるんですよ。美味しそう。うん。そんで、中村圭とかそれでもワンゴールワンアシストでも堂々の貫禄で下がった後、うん、ラスクリンツ問題が発生して、トップ下の選手がの一発レッドで出て、その後もう10分間ぐらい押し込まれるってことがあったんですけど、うんうん、何しとんねんってのがありましたが、ちょっと王様感あるっていうか、今リーグナンバーワンクラスに今いるんで、評価点とか。じゃあ、レッドブルザルツとかに呼ばれてもおかしくないぐらいでしょ？そうですね。そうですね。去年はヨーロッパカンファレンスリーグ初めてできたね、大会でしたけど。CL ね。第3の CL。そうなんですよ、はい。で、そのグループステージは、ハリー・ケイン、トッテナム。うん。当たりとも評価点。トッテナムも UCL 出てたのか。そうそう。と、評価点同じぐらいとかで。へぇこれ皆さんなかなか知らないと思うんですけど、中村圭斗選手、実は今、日本人で最も評価高めてる日本人の一人なんですよ。もちろんさ、森保ジャパンもチェックしてるわけだよね。そうですね。うん、か、次のジャパンね、うん。次のジャパン結構リアルかもしれない、ね。そうか。うん、だからポジションは右、はい、左どっちだっけ、まあ、左のウイングなんで三笘君あたりになると思いますけ ど、ね、そうですね、いいね、いいね、いいパターンいますよ、いろんなキャノン砲持ってますから、菅野が産んだウイング、そうよそうよね三菱は菅野出身ですからね、そうかそうかそうか、そういうこともありますから、あとはね、まあさ、皆さんというか、うん、この間パリがね、ガンバ浦和川崎との対戦終わりましたけど、はい、次、秋にもちょっとね、日本のチーム、とあるヨーロッパのチームとの対戦が決まったんですよ。え、またなんか来てくれるの？そうなんですよ。秋？はい。秋フランクフルトが、うん。わー、超見に行きたいんですけど。ねえ。うん。Gリーグが終わった直後、ワールドカップが始まる直前のところに来てくれて、浦和とガンバと戦うんですよ。でも、シーズン中でしょ、フランクフルトは。要は、あれ、うん、向こうは向こうで、ワールドカップで終わり。ブレイク、ブレイク。そうそう。なるので、そのタイミングで一回来てくれると。じゃあ、ワールドカップ出るような選手は来ない。まあ、ぶっちゃけそうですね。ああ、なるほど。ただ、誠長谷部が来ます。そうか。そう、これだけで。誠長谷部対 J リーグ。そう。いや、ぶっ叩いてやりましょうよ。かき乱してやりましょうよ。いや、もう待って、もうそう。心をかき乱してやりましょうよ。その、確かにね、そう、ワールドカップ行くメンバー来れないのはありますけど、うん、昨年の EL 王者が来てくれるって見方にしたらめちゃくちゃな。そうですよ、そうですよ。そうよ。ね、そりゃ楽しいよ。これでも、親善的な意味もありますしね、フランクフルトファンも国内で大丈夫でしょ。ユニフォーム超かっこ悪い、かっこいいから。かっこ悪いっちゃったかっこいい。うん、あれでも黒いの俺めっちゃ、ね。いいっすよね。一個ヨーロッパのチーム買いたいと思ったらあれですよ。そうです。黒のわかります。小太り目立たないんでね。ねえ。で、あとね、やっぱ。これは先生チケット取りたいね。そうだね。ちょっと行こうよ、これはね。そうだね。パリはちょっと出遅れたけど。まあね。まあ、ちょっと楽しみだね。また情報がまた飛んでまいりました。うん、あれでしょう、ロケとかしましょうよ。やりたいね。中級メガネさんもロケしてたよ。あ、水戸ね、うん。なんで、そうそうそう。やれてましたね。カメラマン募集中です。よろしくお願いします。はい、飯でいい、飯でいい、ラーメンでいい。ラーメンと T シャツでいい。ね。募集中です。はい。よろしくお願いします、ね。そういうのもやっていきたいね。そうですね。そっか。いいね。なんか、だから、言い場もそうですけど、うん、またこう、サッカー、ちょっと面白いねってのが、またこう、ふつふつといっぱいいろんなところで出てきてますから。そうだね。なんか、それもね、なんか、お送りしていきたいなと思いましたね。うん、改めて、ね。やっぱり、ヨーロッパ始まるタイミングって、やっぱり J リーグ、うん、なんか、季節ずれてるからこそ、うん。移籍の話題も尽きないし。そう、ね。ほら、これでいい、いいと取るべきじゃない？まあ、そう思いますね。ね。一つの、なんか、やり方ですよね、うん、これがね。そう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 。ね。楽しんで参りましょうよ、これね。参りましょう、参りましょう。J リーグの方も海外見ましょう。だし、見ましょう。海外しか見てない方も J リーグ見ましょう。そう、いろいろ楽しみ方があるからね。ね。いっぱいね。そういうなんか、うん、チャンネルになれればと思ってますね。思っております。もっとこうしろ、バカ野郎っていうアイディア、お待ちしますね、うん。はい。お待ちしております。ありがとうございました、今日も。ありがとうございます。ということでございました。はい、魅力休み時間でチャンネル登録です。おー、さっさと。そして7月29日オンラインチケット、まだ最後の募集をしておりますので。はい。ね。ぜひ、買っていただいて、当日、飯尾さんの辛辣な、ね、ノーミルク佐藤さんが、
ね、酒を無理やり飲まされてもう狂うシーンを僕は必ず作りますんでやめてくれ一切飲まない飲み物さんが乱れる姿ね、僕が作りますんでぜひ来ていただきたいと思いますね、はい、楽しみにしておいてください。他にもあの人が来るかもみたいなね。いやそうね、はい、あの可愛い子ちゃんが来るかもみたいなこと、ね、あらぜひぜひこれ詐欺じゃないですよね、来なくてもね。そうね、来るかもですから。ミルワカファミリーの方、来ていただきたいと思います。はい。待ってます。コラボしたファミリーの方も、もう無料でもちろん入れますんで。待っておりまーす。はい。つうことで、まーちゃんでございました。はい、のーちゃんでした。ありがとうございます。のーちゃんはなんかチャンスない感じが違ったな。そんなことない。チャンスしかない。ということで、また聞いてください。今日も最後までありがとうございました。コメント欄待ってますよ。じゃあ、ありがとうございました。またです。今週も楽しくいきましょう。じゃあねー。